日本丰田汽车社长丰田章男率高阶干部专机来台，这也是呢他首次在台公开露面。他还特别感恩台湾对311日本强震的后续援助。台湾との関係を決しておろそかにせず、頂戴したご恩を大切な台湾の皆様にお返しすることこそが、トヨタグループ並びに私自身の使命と感じております。屋台の先進的な販売サービスオペレーション、国髄の確かな技術力を踏まえての打順でございましたが、10年経った今、私の目に狂いがなかったこと、大変嬉しく思います。除了展现国瑞汽车在丰田体系的重要性，还特地在酒会前先到东洋观音厂参观厂房，这更是丰田集团少见的大动作。可能因为会持续在台深耕，也渴望有更多汽车零组件厂加入丰田国瑞的供应链。